S k s シネマは東京都新宿区三丁目にあるミニシアターである。定員は84席。新宿昭和館の跡地に昭和館 BLD が新築され、同ビル3階入居のミニシアターとして2004年3月6日にオープン。大規模リニューアルのため、2019年5月11日から6月7日まで一時休館した。 また2020年4月8日から5月31日までも新型コロナウイルス感染症流行の影響で一時休館している。映画館入居はビルのオーナーからのどんな形でも良いから映画館だけは存続させて行きたいとの要望だった。感銘の K はオーナーの名前の頭文字から取られている。デザイナーズブランドを取り入れたロビー、十分なスペースを確保した女性トイレなど、 人気映画専門上映館であった新宿昭和館とはがらりと趣向を変え女性目線でデザインされオープン当初は女性映画の専門館とする案もあったその後メジャー配給会社が手掛けないアジア映画ドキュメンタリー作品など独自のプログラムを組む2010年からはミニシアター系といわれる作品がシネマコンプレックス館に流れていったこともあり自主制作映画 インディーズ映画を積極的にかけ、2018年にヒットした映画、カメラを止めるな、の上映第1号館だったことから以降は、インディーズ映画の聖地とも呼ばれるようになる。カランコへの花も同様に、当館上映から全国へと拡大公開した。2018年からは、毎年年末に、東京ドキュメンタリー映画祭2018を開催するなど企画、特集上映も、 積極的に行っている。ありがとうございます。